3キロが測れんってどんなにでかいん？ 60 はものすごいでかい。はい、クラチャンネルです。いや、待て。はい、クラチャンネルです。今週もバス釣りに来てみました。場所はいつもの八坂ダムです。先週釣れたんで、今週も釣れるかなと思って調子ぶっこいてます。では、今日のご飯セブンイレブンのちぎりパン。ちぎりパン？ちぎりパンだね。うん、もでしょ？うん、うまい。うまいけど甘いな。ポケットなんだね。ちぎりパンなの。ちぎらずに食べる、ね。カレーパン先に食べればよかった。うちの方がうまい。くれますか？くれません。どうしたらいいんでしょうか？何をってもないです。最であそこの奥に奥で出たんですよね、でっかいの。そうなんですか？切られました、もう。いいだったんで、階段の奥にガーッと釣られて。ああ、もう、だいぶ奥ですね、じゃあ。向かっぱらからしたの、それはさ。はいはい。大阪が開く前ですね。はい。ぐらいですね。え、じゃあ、相当朝早いの？いや、まだ7時、7時半ぐらい。参ったな。頑張ってください。そんなちゃんとかけてるんだな。何事もない。釣れました？ああ、そう。ありがとうございます。なんか水温が温まらんでしょうね。ね。先週かなんかまだ。でも朝から言ったらあんまり上がってない。カメラマンを従えて。そう、スタンバイしてるのにね。去年のアングラーオブザイヤーよ。まあ釣るやろ。あと8
初めてのバッグ。上がっては来とるけど動きたくないんだろうね。だけど多分先週も結局釣ったところにたまたま折ってパッて食っとるだけで。簡単に食いました。うん。簡単打ってるんですかね。うん。俺も多分それでずっと打ってたけど何もな。ね、みんな自己フィッシュっていう、まあ見えとったけどね。見えてました。あそこだと思って打ちましたもん。あ、そうです、ね、はい。ここで釣ったら持ってるけどな。いや、僕本番で釣るから大丈夫です。ああ、そうさすがですね。言うことが違うわ。ここで釣ってくれてチャプターでまた優勝してくれるとなんか。とっても動画的には嬉しいんですが、まだ？はいはい、なんか焦った。なんか超焦った。おめでとうございます。初バス、初バスですね。リグが何の、どうしたろう。動かさん感じ、うん、教えてもらったよ。ほっといてみよ。3キロが測れんってどんなにでかいん。60はものすごいでかいじゃん。え、60あるんじゃない？うん、ぐらい。ね。口閉じで 59.5 ぐらい。でかー。いい気持ち悪い。まあ、やったりました。あ、いい動画が撮れた。ありがとうございます。う、打ってつった。サイト。サイト？え、あ。それめちゃめちゃ自慢した方がいいんじゃない？逆に言った方がいいんじゃない、プレッシャーかけるから。すげえわ。すごい、それはすごい。やったりました。来週の魚を取ってしまった。っていうか、なんで持って帰ったの。あっちで話すの。いいよ、もういいでしょ。とりあえず綺麗なんです。素晴らしい。来週取れないの分かってます。それはすごいわ。よし帰ろう。もういいものを見れたけど帰ろう。素晴らしい。天才じゃん。